はいどうも、青函溶接職人チャンネルのカジです。あなたのコメントやチャンネル登録、高評価が私のモチベーションです。質問、感想、何でもいいのでコメントいただければ幸せます。はい、今回は歪みを理解しようの第3回目となります。1回目は歪みはなぜ出るのか、2回目は歪みを極力出さない溶接方法でした。また1、2回を視聴してないよって方は概要欄にリンクを貼ってますので、1、2回を見てからこの動画を見てもらえるとより分かりやすいと思います。今回は効率的に歪みを取るためにはどうすればいいのか、そしてお待ちかねでしょう、効率的に焼いて歪みを取る方法を解説していきます。熱をかけずに歪みがなくなるに越したことはありません。それが無理な場合は焼いて歪みを取ったりしますが、熱がかかると縮むことは1回目の動画で説明しました。しかし縮むということの前には必ず伸びるという過程を経て縮みが発生しています。そのあたりに重点を置いて解説していきます。それでは早速いってみよう。はい、今回は歪みを効率的に取るために知っておいてもらいたいことを解説します。皆さんが歪みを取ると聞くと裏側を焼いて歪みを取ると想像しませんか？焼いて歪みを取るということは縮みを利用して歪みを取るということになります。ということは縮んで歪んだものに対して縮みで歪みを取るんだということをまずは理解してください。理論上では歪みを簡単に取る方法は縮んだ部分を伸ばすという歪みの取り方です。これは歪みを理解しようの第1回目で解説していますね。伸ばすとは単純に叩くという方法、プレスなどで押すという方法、ジャッキなどで押す方法など様々ですが、物理的な力で直す場合は伸ばして直していると考えてもらってもいいと思います。先ほど理論上最も歪みを簡単に取る方法は縮んだ部分を伸ばすという歪みの取り方ですと言いましたが、簡単なのは考え方の話で実際はとても難しい場合がほとんどです。まずは図のような T 型を溶接して歪んだ時に伸ばして歪みを取る例を挙げてみます。この図のような T 型の歪みを取る場合、プレスで押せば理想的です。しかし下型の間が広いとこのように曲がってもおかしくないですよね。力のかかってほしい場所を考えて押したり叩いたりしなければなりません。この場合図のように下型をセッティングして押せばいいと思います。下の軸の位置が大事になります。スプリングバックなどの要素も考えた方がいいのですが、この話はまたの機会にすることとします。大きな曲がりを取る場合などは木などで広い範囲で矯正するのもいいです。局部的な歪みを取る場合などは図のように歪みを取る場所に一番力がかかるよう常盤などに万力で押さえて叩くなどの工夫があると効果的です。はい、ここからは焼いて歪みを取る場合の話をします。よく真っ黒になるまで焼いて歪みを取っている方がいらっしゃいます。私の周りにもいらっしゃいます。歪みを取るなら焼けばいいよねと焼きまくっています。すべての場合とは言いませんが大体のケースで間違っているように感じます。鉄や非鉄金属は熱がかかると縮みます。しかし縮む前に必ず起きていることは伸びるという現象です。動画を見てください。SAS304 のフラットバーを常盤に固定して片側を焼いています。この時伸びているのがわかりますよね。
ここから元の状態まで戻り、縮みが発生します。この動画を撮った時は縮むまではいきませんでした。私の想定とは違いましたが、明らかに伸びているのは確認できます。伸びる幅に比べて縮む幅は少ないのです。次に広い面で焼いてみました。すみません、動画では伸びているところが撮れていませんでした。冷えながら縮んでいる途中からの動画になります。かなり広範囲を焼きました。冷えるまでしばらく早送りします。濡らしたウエスで冷ましています。結果はこうなりました。広い範囲で焼くとかなり縮んでいます。この現象が全ての溶接時にも起きているので歪みが発生しています。さて、歪んだ品物を効率よく直すためには、伸びる過程がなければ縮むだけになり歪みは取れやすくなると思いませんか？先ほどの動画のように、熱をかけても伸びただけで縮まなかった。なんてことになると、焼いて損したわってなりますよね。熱の伸びをいかに減らすかという考え方で歪みを取っていくことが重要になってきます。応力の話なども関わってきますが、長くなるのでまたの機会にします。この図を見てください。品物のこの部分を溶接して歪んでしまった場合、このようになると思われます。こういったケースは結構あると思います。大体の人は裏側を炙って直しますよね。正解です。しかしこの時の板の動きは焼くことにより伸びて、一度さらに曲がってから元に戻り縮む方向へ動きます。この伸びる過程を抑えつつ直す方向に力を加えて歪みを取ると、結構簡単に歪みは取れます。具体的に言うと、このように力をかけて裏側を焼けばいいというわけです。動画を見てください。今回は刺す6ミリの板にティグ溶接して歪ませました。これを焼いて歪みを取ります。今回はバケツに水を用意して冷まします。まあまあ歪んでますね。裏を炙った時の焼け具合を見てほしいので焼けを取っています。ちなみに鉄の場合は熱を加えて急冷すると焼きが入って硬くなり材質が変わってしまうのでおすすめしません。時間はかかりますが、エアーなどで徐々に冷ました方がいいでしょう。焼いて歪みを取る場合、熱による縮みで歪みを取るので、裏には極力熱が加わらない方が効果的です。図で解説するとこうなります。この赤色の部分は縮んで、裏の3分の1くらいは縮んでほしくないのです。この考え方は私のこれまでの経験上、6ミリ以上の板に使えると思ってください。薄いと裏表の温度差を出すのが難しくなるからです。かといって 3.2 ミリや 4.5 ミリの板にも使えないことはありません。ちなみに SS と SAS では、 SAS の方が焼いた時の縮みが大きいため直しやすいです。 SS の方が焼いて歪みを取りにくいと思っておけばいいでしょう。動画に戻ります。
今回はビードの裏側を焼きます。今回は同じ場所を3回焼いています。では焼いていきます。スピードと火力が重要になるので、そのあたりに注目してみてください。切断機は A 型2番を使い、火力はほぼ最大にしています。1回目は少し良くなったかな程度でした。2回目を炙っていきます。2回目はあまり変わりません。3回目はこの図のようにジャッキで少し力を加えて焼きます。この力で曲がるほどの力はかけていません。では焼いていきます。これで歪みは取れましたね。伸びが抑えられているのと、ほんの少し力がかかっているのとでここまで違いが出ます。焼き色がほとんど出ていませんよね。先ほど図でも解説しましたが、このように板の上のみに熱が加わり縮みの力が発生すると理想的です。そのため可能ならば裏に流水をかけつつ焼くことができると最高です。そして局部的に強い熱で早く焼いてあげるのが効果的です。これはとても重要なことです。サスなどは板厚にもよりますが、12ミリくらいの板厚なら少し色がついたかな程度の焼き方で十分だと思います。もちろん品物の形や歪み具合にもよります。焼く時の道具ですが、バーナー的な強い範囲を焼くものではなく A 型切断機ナンバー2くらいがいいと思います。とにかく局部的に熱を加えられて、かつ強い火で早く焼くことが理想的です。次に裏の焼く位置ですが、図のような場合だとビードの2番の裏あたりを焼きます。
単純にビードの裏より力が働きやすいところだからです。はい、これから言うことは経験がないとなかなか難しいことなのですが、歪みを取るために焼くのは一発目が大事です。特に SS は一度熱を加えて縮んでしまうと2回目3回目は縮みにくくなります。なのでなるべく1回で歪みを取れればベストです。お客様的にも熱があまり加わっていない製品の方がいいことは言うまでもありませんよね。まとめるとこうなります。焼いた時の伸びを抑える、極力裏に熱がかからないように強い火で早く焼く、できれば裏に流水をかけながら焼く、なるべく1回で歪みを取れるように焼く。なかなか難しいとは思いますが、この4つを心がけて焼いて歪みを取ってみてください。はい、今回の動画はどうでしたか？歪みって縮みにより発生するので単純なのですが、とっても奥が深いです。もう闇です。でも歪んだ原因に耳を傾け、原因に寄り添った治療をしてあげると結構素直に治ってくれるものなのです。とにもかくにも歪ませないように心がけることが一番なんですけどね。はい、質問等ありましたらコメントください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご安全に。